どん食べ行こう、はにかんで行こう。こんにちは、タカです。今日は3月27日、日曜日です。いつもはね、土曜日に撮影するんですけど、昨日一日雨が降ってまして、どこにも出かけてないんでね、今日日曜日、天気はね、最高にいいんで、出かけようと思います。まあ、ドライブですね。朝今9時20分、早いんですけどね、ちょっと遠出というか県をまたいでね、ドライブしたいというふうに思います。行き先はねまたこの後紹介したいと思いますけどね。では早速行ってみよう。はい、それでは出発しましょう。ここは山陽道の高知インター入り口ですね。今日は高速道路をドライブします。行き先はここ香川県坂出市にある手打ちうどん毎度毎度まで行きたいと思います。ここはね、会社の香川県出身の同僚がいて、美味しいんでね、ぜひここに行ってみてくださいというふうにお勧めいただいたんで、ドライブを兼ねてね、ちょっとうどん食べに行きたいと思います。時間的にはね2時間弱なのでドライブにちょうどいいと思います。天気もね、昨日の雨と打って変わって綺麗な空が広がっています。基本的にドライブって高速道路はあまり使わないんですけど、今日はね香川県に行くので瀬戸大橋を通ります。これが楽しみでね、このコースを選びました。瀬戸大橋通るのってね、もう20数年ぶりですね。しまなみ海道が1999年にできたようなので、それ以降はね通ってないですね。高妻さんの実家が愛媛県なので、しまなみ海道ができるまではねよく瀬戸大橋を使ってたんですけどね。ほんと久しぶりです。楽しみです。はい、一気にね途中をすっ飛ばしまして、まもなく瀬戸大橋が見えてきます。なんか雲が多くてどんよりしてますね。せっかく瀬戸大橋に来たのにね、青空と橋とすごい綺麗な風景が見れると思ってたんですけどね。どうでしょうか。はい、このトンネルを抜けると出てきますよ。眩しい、ドーン。これが瀬戸大橋です。っていうほどそんなに感動はないか。でもあれじゃね、しまなみに比べるとなんかゴツゴツしてどっしりした橋に見えますね。やっぱりこっちの方が迫力があるんかね。あと瀬戸大橋はしまなみ海道よりも11年早く開通してるようなんでね、やっぱりちょっとこう古さを感じますよね。しまなみ海道の方が橋がまだ綺麗ですよね。これ周り見てわかるように、なんかもう錆びついたそんなところも見えるんでね、ちょっとやっぱり年数経ってるなっていう感じがしましたね。これね、いつもそうなんですけどカメラ固定なんでね、左右映せないのが残念なんですけど、穏やかな瀬戸内海とそこに浮かぶ島々、これはね瀬戸大橋もしまなみ海道もね同じように美しいなというふうに思いますね。あ、そうそう、瀬戸大橋はねこの高速道路の下にね瀬戸大橋線という路線があって、電車が通ってるんですよね。岡山県の岡山駅から香川県の高松駅まで結んでるんですよね。すごいよね、橋の下に電車が通るってね。
はい、無事瀬戸大橋を通過して香川県に到着しました。ようこそ香川県へ。ここは坂出市です。今日も気持ちいいドライブでしたね。あとは目的のね、うどんを一杯食べて帰りますか。今日行った手打ちうどん毎度毎度はこの坂出インターを降りて5、6分で着くとこにありましたね。すごく行きやすかったですね。よく考えたらね、本場香川の讃岐うどんって食べたことないんで、広島でね讃岐うどんとかで食べるけど、やっぱ地元で食べるのって違うんじゃろうね。そもそも香川に来たことって観光ではまずないよね。子どもの野球の遠征で来た記憶があります。お、毎度毎度の看板が出てきましたね。もうすぐです。どれだどれだ、なんかうどん屋さんがあるように見えないんですけどね。どれだ、これか。到着です。